おはようございます、さやかさこころです。じゃあ日本大学、なんと日大ゴルフ部、頑張って取材したいと思います。お、早速練習場がありますね。お、練習してる。日大ゴルフ部コーチの小野さんです。はい、よろしくお願いします。すごいですね、もう朝から今トレーニングを終えて戻ってきて朝食をとってっていうことですね。トレーニングというのは走り込みとかですか？走ったりしてました。はい。何時起床ですか？起床は5時です。5時。はい。毎日ですか？大体そうですね。今回は合宿なんで5時半から寮の清掃して、で移動して6時20分から1時間ほどトレーニングをして。なるほど。はい。じゃあ早速、でもあれなんで、男子寮に私入ったことないんですが、はい、今日は許可を得てるんで入りたいと思います。がっつり体育会系ってことですよね。そうですね。もう全国からそれこそ高校でチャンピオンになった子たちも出てきますし、それだけではなくて、はい、いろいろなレベルの子が入ってきてくれています。今すごい、やっぱり靴がずらりときっちりと並んでおります。さすがですね。部員は全部で何人いるんですか？4月から今度新入生入りますと、今度120名を超える120名がこの寮に集結するではないです。日本大学の場合には本拠地といいますか、本部が東京なので、東京の学部があったり、こちらの静岡の方は国際関係学部というのが近くにありますので、寮は今度でも4月からは60、そうですね、7名ほどになります。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。日大カラーはピンクなんですか？そうですね、いわゆる桜の色ということで、駅伝とかというチームスポーツもピンクを、そうですね。こっちが食堂ですね。おはようございます。おはようございます。ちょうど食べ終わったところで、はい、はい、朝食時間はやっぱ結構短いんですか？そうですね、あんまりダラダラとは食べないですね。10分から15分ぐらい。ご飯美味しいです。そうですね、かなり、はい、美味しいご飯を毎日食べてるみたいです。急にインタビューしてすみませんみたいな。お米 何キロでしたっけ？1日朝は11キロ、夜10キロ。10キロの米1つちょっとです。袋そのまんまで。もうパンは出さないですか？パンは月曜日の朝だけパンなんですけど、でもご飯は普通に出して、すごい、今日のメニューとかそういうのが強いですね。なんていうの、メニューが多いですね。12種類。好きなだけ食べて。あ、たくさんのトロフィーが飾ってあるんで、そこも見てみたいと思います。こちらなんかは昨年ですね、しのぶ杯といって、全国大会なんですけども、そこで、男女ともに同時優勝を昨年いたしましたんで、その時のことをトロフィーですね。輝かしい成績がずらりと。ありがとうございます。先生はコーチ、はい、先生はちょっとコーチなんですかって言えんので、もちろん日本大学のゴルフ部を卒業しまして、で少し自分もプロ活動をしておったんですが、8年前にコーチに就任させていただいて、今度の4月からは9年目になるんですけども。女子のコーチはまた別なんですか？女子も総合的に、基本的には私の方でやってるんですが、より富士さんとか、より富士も教え子です。はい、すごい、お世話になったようで。はい、はい、そうそう、ありがとうございます。西大ゴルフ部出身って言われて、みたいな。私の名前を言っていただければ、ビシッとすると思いますね。より富士さん、後で言いに行きます。まあ、せっかく来たんで学生の部屋も見てみましょう。すごいよ、こう男子感あふれる学生寮の部屋を佐伯さごころ覗きます。入っていいじゃん。合宿中なんで、もう雑魚寝状態なんで。あ、すごい、2人1部屋なんですね。基本的には2人1部屋で、今回合宿で東京の方から泊まり来てる部員がいるんで、あえて下に布団敷いてるという状況です。あ、じゃあ3人でここ今使われてる状況。今回合宿中はですね。はい、いい匂いする。体育会系想像と全然違う。彼の匂いだよ。こだわりポイントとかあるんですか、お部屋の？自分的には結構綺麗にしてる方なんですけど、今一人泊まりに来て、はい、ちょっと汚れてるけど、もっと普段は綺麗に。そうです、もうちょい綺麗に。へえ。
ます。頑張ってください。ありがとうございます。野球のユニフォームとかもあるし、野球ファンが多いんですよ。おはようございます。よろしくお願いします。昨年 の、 その日本アマチュアのチャンピオンですね。昨年日本アマチュアチャンピオンのイケメン、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 はい、大沢さんです、はい、お、ここも野球がいっぱいありますね。野球のユニフォームとか好きな選手とかいるんですか？いや、同部屋のもう一人いるんですけど。なるほど、同部屋の方がファンなんですね、はい、今も興味なくて全然体育会系なのにいい匂いしかしないっていう。あ、すごい綺麗にしてる。あ、めっちゃ綺麗にしてますわ。少し掃除しました。少し掃除しました。でも完全絨毯っていうか、こことかも柔らかいの。これこだわりですか？いや、なんかこのままだと冷たいし。あ、冬だと、はい、なるほど。ニトリとかに売ってるよね、こういうの。すごい。しかもなんか色とか変えてるし。あ、すごい。勉強とかもするんですか、ここで？勉強、そうですね、たまに。たまに、はい。ゲームしてるよ。あ、ゲームしてる。何のゲームするんですか？いや、下の。ベッドここで、下が同部屋の子なんです。全部下の、この溢れてるのは下の。ね、まあでも一緒にやります。これだってあれじゃないの？あ、VR です。すごいよ、VR やってる。ありがとうございます。後でまた、はい、お願いします。取材させてください。他なんかこう、寮でどういう施設があるんですかね？下なんかにはトレーニングルームが一応ございます。はい、例えば自主トレ用みたいな感じ？合宿でみんなでメニューを一緒にやったりもしますし、まあ、普段はそうですね、基本的にはウェットトレーニングは自主的にやるというようなことがメインですけども。じゃあ、あと3階とかは何かあるんですか？は特に作りは変わらないですね。あ、全部寮ですか？そうです、そうです。はい、部屋が。部屋です。ちなみに女子寮もあるんですか？女子の寮というのは今はないんですけども、近くにまとまって住んで、いるような状況ですね。まあ今から練習時間なので、練習場所にうちらも私たちもね移動して撮影したいと思います。行きましょう。はい、はい、準備してます。バッグもあんな高いね。大学生、年齢差を感じる。みんなリサちゃんバット使ってる。アザスバット、アザスバット。でもちょっと重そうなの使ってる。なんか男子だから。あの人はアイアンを2本にして積みました。ほどいいから。あとはそうなってる。やっぱいきなり打たないですね。すみません、感想適当に言ってますけど気にしないでください。多めに。やっぱバットいいですか？はい、重いやつ使ってるんですか？これ少し重いやつ。あれだよね。やっぱさ、みんなさ、こうなんか一回さ、粘点差あるよ。はっていかないやつ。これができないの。これをやりたいの。背筋がすごい。もう反対も。反対もやりますよ。バターやってもらってもいいかも。はい、はい、何番から練習するんですか？自分は58から。はぁ、たっかー。3倍あるよ、私の58の。入ってるよね、全然。スタンスちょっと狙いが右なのかな。うん、まっすぐ。やべえ、もう気にしてやってたらいい陣になってる感じです。これ最新？最新？いや、一つ前のモデル。一つ前のモデル。はい。あ、でもちっちゃい、なんかすごいの出てきました。ユーティリティアイアン。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。